ゆめちゃん、ほらゴテゴテになんないように回す操作よりも少し角付け深めるね、沈み込み、ちょっとした沈み込み、もう力んでます。セットしてからちょっと遅い、セットしてからちょっと沈み込むの、ほら、セットしてから沈み込むときに外伸展、内足少し緩めて、内すねピシッと決めて ね体軸全体でこうあまり中に入っていくっていうよりも腰のスライド、内足のアウトの方に入っていくわけね。沈み込め、もう一段角度、まっすぐ動きね、もう一段腰下、腰のスライドで腰下の角度もうちょい出ないと、出てきた、ちょっとスイング量かなり大きいし、すごいなんかもう優しく滑ってましたね。やっぱもっと攻め気になんないと全国じゃ勝てないっすよ。2人ともいい技術持ってますけどね、持ってんだけど本当に首肩がダサいよ。あー、おー、びっくりした、焦った、遅れた、頑張れ、ちょっと荒れてんのか、内足でこう立ち上がるって感じになってるね。おお、落ちたよ。お、やばい。重なっちゃう。大丈夫だ。追い越される。
頑張れ。あがん。少し片斜面だからね、左へって行くように遅れちゃうから。ヒョン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 、えぐってえぐって、もっと頑張り。スピンももスパッ。うえ、後ろ乗った。ほら、フォールラインが右に傾いてるから。右山足に乗って右側の方に行くのが多くなっちゃうわけね。ストックしっかりつかなきゃな。ただ片せんのが大変だっつって、今度さチームがさ今度集まり始めてくんだけど、はい、今度集まってきた時に今度またいろいろ問題あるよね。削り込まんきゃ、もう少し絞らんきゃダメだ。もう腰の回線。おら。右肩下がりだからね。この右に行くターン、あんまりこう内傾取りすぎると右に行っちゃうってやつね。おら。踏み替え動作でスピード上げてもダメなんだ。交互だから。で両足同調。おい。ちょっと体が冷えちゃったかな。けいけい。このアウトかけてっていう交互操作になっちゃうね。アウトかけながら立つってなってるからな。外スキーしっかり回し込む、腰下に入れていくの。おー、生きてか。今日はちょっと細かめだったんだ。受けるね。